何？少しお相手？あ、プレゼント渡す来たぞみんな。これさ、あのね、やっとですよ、初めてダイヤのリング渡せる。はい、これキリンちゃんにプレゼント、喜んでもらえたらいいんだけど。これさ、プレゼントあげたことによってトゥルーエンドになるんじゃないの？そういうことじゃなくて？うん。うん。大丈夫。あ、終わり？ちょっと待って、終わり？嘘やろ。まあいいでしょう。ちょっと休憩して本戦に挑もう。これも本戦か？来たね、来たね、来たね。あやと先輩、あれは。どう見ても人じゃないね。ですか？でも今回の大会では代理出場が認められているらしいよ。まさか戦うとは思っていなかったけどね。そうだったのですね。不勉強でした。ごめんなさいです。天桐綾人に東堂麒麟、忠告しておこう。我が輩を機械と侮ればきっと後悔することになるであろう。まさかここまで勝ち進んできた相手を侮るほど俺たちもバカじゃないよ。それでよい。我が輩としても貴君らには大いに期待している。これはまた倒しがいがあるな。相手だな。最初から全力でいかないと。まずそうだ。さあ、我が輩にさらなる高ぶりを与えてもらおうか。ご期待に応えられるよう全力で参ります。さあ、こいつがどれほどの実力なのか気になりますよね。ちょっと待って、あやとで行こう今回は。うん。でね、ちょっとマイクの調子が悪くて、てか今キャプチャーボードを2つ使ってるんだけど、PSB だったらそっち使えないので、ね、いろいろ設定をいじくり回しすぎて、マイクが。天桐あやと、この時を待ち望んでいたのである。まあ言ってしまえばですね、トラブルの実況でマイクの音が取れてなくて。まあ本当にショックですよね。やばいか、こいつ防御攻撃ばっかだな。めんどくせえなこいつ。いけるか。わあ、ちょっと待って、マジ防御攻撃ばっかやん。でも一回ダメさせればもうこれ勝ちなんだよね。ほら、あ、ほらじゃねえじゃん、全然じゃん。でも前より明らかに弱くなってる気がする。おお、あ、でもこっちは防御しかないね。やばい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 。今いろんなアクションゲームやっててさ、操作がもうごっちゃごちゃしてる。やばいやばいやばい。うわ、こいつほんとやだな。待て待て待て、これ変えた方が良さそうだな。こっち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 、いけるか。あ、二人とも防御食らうのこれ、マジで。うわ、これキリンちゃんでやった方が良かったな。まあでもこういう時のこれですよね。ほっほっ、よし、入った。あー、強えな意外と。ほらほら、よし、入った。オッケー、来た。ここからが本気だ。だから防御してる限り意味ねえなこれ。入れ、よしよしよし、いけ。あんまりチンタラしてると俺負けるぞこれ。いける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 。ありがとうキリンちゃん、容赦しねえぜ。600、あれなんで、なんでいきなり上がった、何が起きた。なんかたまにちょっと不具合発生してる。あれかな、体力が下がる。あ、今あれか、リンクドライブで攻撃力アップしたのか。びっくりしたびっくりした。もう勝手に不具合にしていかんねえ。よしよしよし、いけるいける。これさ、この後さ、もしかしてさ、ガチ戦じゃなくてヤバくない？それだったらね、ここユリスと同じだったらガチやばいで、体力半分しかねえもん。まあ今半分でもね、5000なんだけどね、かなり多い方だと思う。まだまだこんなものじゃありません。はい、Sランク。A だけにな。まあ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 、しょうがないでしょう。ありゃありゃ、やられちゃったか。この二人、想定してたよりも強かったね。これだけ見事にやられたんだ。乾杯だろ。まあ、計算外だったのは否めないな。まあ、負けちゃったのはそれはそれで仕方ないんだけどもさ。ただ、敗北からは学び取るものがないと意味ないじゃん。だから、
相手の強さの秘訣を探ってこようよ。やめておけエルネスタ、あまり迷惑をかけるものでは。っておい、ねえねえ君、そこの剣士くん、天桐彩人くんだっけ。うん、なんだい。なんかもうキリンちゃんルートで全然ゆるい人と違うね。やっぱ同じとこは一切ないわ、こういう特有なことは、イベントは。あ、はい、あなたの方が、あなた方がアルディたちのマスターですか。実は君には前々から目をつけてたんだ。しかしやっぱり君すごいよね。そんなことは、正直どちらが勝ってもおかしくなかったとは思ってますよ。いやいや、君の方がすごいんだってね。おちで待って、これまた東堂キリンちゃんが激怒。これ大丈夫か。あれ、またユリスの時もあったよね。これみんなに見せつけてるってこと。そういうこと。もう何をやっているエルネスタ。ちょっとカミラ、いいからさっさと来い。これ以上ややこしくしたくない。ちゅー、まあいっか。じゃあね、ケンシ君。なんだったんだって、キリンちゃん。え、まさか違うよな、さすがにキリンちゃんのキスシーンねえよな。私だってなかった若干待ってた俺がいたむしろ若干待ってた俺らがいたか。うん、それが正しいな。ちょっと全部休憩でパパパと行こう。パパパと、もう能力上げる必要ないでしょ。うん、もう楽勝だと思う。あ、ハヤト先輩、今日お呼びしたのは他でもありません。なんだ、めっちゃいい部屋住んでるなすげえ、これ花の管理とか誰がやってんだろう。うん、どうしたの。その先輩は、うん、そのこの間のキスなんですが。おキス、アルルカントの方に。そのあー、あれば不可抗力というか、その人とはあの時以外に会ったこともないし。あ、あの人とはあの時、うん、そうだね。 いえ、違うんです。というと、その先輩はああいうのが、ああいうのが好きなんですか。ごめん、キリンちゃん好きです。いや、だから真面目かお前は。先輩、読み取るな。そんなことないと思うけど。じゃあ、ま、私もいいですか。先輩に。キリンちゃん、一旦落ち着こう。話がおかしな方向に向かってる気がする。私、会長に相談をしてみたんです。同じことをアヤト先輩にしてみたらいいって。また余計なことを。ありがとう会長。行きます、アヤト先輩。マジで来るの。嘘でしょ。本当に。僕マイクから離れた方がいい。聞かれても押すと会長が言っていました。私は負けません。ダメだクローディア、ありがとう。キリちゃん、自分を大事にしないとダメだ。うわあごめんキリちゃん、大丈夫。うわ待て、見て、両腕を手でぐしゃっと。もうこれから何が起きるんですの。キリンちゃんの足細ごめん、俺はそんなつもりじゃ。キリンちゃん、しっかりして、キリンちゃん。いやー、ごちそうさまです本当に。あ、いやごちそうさまじゃねえや。いや、思わずよだれが。大丈夫かキリンちゃん。もうね、あんなことにならないようにこれから俺は気をつけます。はい、ラッキースケベはありえないからこのゲームでね。はい、ではどんどん行こう。ちょっとどうしようかな。いや、まあ多分次1枚はないよね。うん、まだないと思う。どうしよう、これ出てたら。できればね、1個の動画に1枚1個がいいんですよ。うん。
まあ、やっぱり動画の見どころっていうのをね、残しておきたいから。ん？あ、この間のことなんだけど、本当にごめん。この間、何のことでしょう？しらを切らすつもりか、キリンちゃん。え、ほら、俺はキリンちゃんの部屋に。一体全体何のことですか？私にはまるで覚えが。その気、お前、ニブチンか。うわー、本当にいい声で泣くね。いい声で泣くんて、多分変態じゃないか、それか、俺が。ですから、恥ずかしいので、口に出さないでくれ。あー、もう耳が幸せでございますわ、本当に。俺の声があって申し訳ないな。俺の声がない方がいいっていう人はね、ぜひ、ぜひ、買ってください。あー、そうだね。ごめん。大丈夫です。あー、それで、キスもう一回してもらえないかな。じゃねえよ。そうですね。まずは今から始まる準決勝に集中しましょう。そうだね、そうだね。戦いに集中しよう。うん。俺は戦士だ。俺は戦士。俺は戦士。あの先輩、もしも私たちが優勝できたなら、一つだけお願いを聞いていただけませんか？それは何ぞ？お願いって俺に？大会の報奨じゃなくて？はい。アヤト先輩じゃないとダメなの？ほう、俺じゃないとダメ。そっか、わかった。俺にできることがあるなら、キリンちゃんのお願い聞いてあげるよ。ありがとうございます。でもキリンちゃん、優勝はもしじゃないよ、絶対だからね。はい。いや、心強いね。で、相手は？じゃあ、相手誰よ。相手誰？もうキリンちゃんで行くわ、俺。キリンちゃんでやるしかない。てか、キリンちゃんが強すぎ。アヤトも強いよ。アヤトも強いよ。キリンちゃんが強すぎ。よろしくお願いします。ああ、この人たちね。はい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 。あ、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。大丈夫か？これ2体いけ。2体同時は無理か。いけるいける。よし、入った。終了のお知らせ。あ？終了のお知らせ。一気に決める。マジか。無敵の強さを誇ってるキリンちゃん。やばいや、でも俺もハハシャハハシャハハシャ。よし、回復するよ。はい、終わり。あ、なに、勝手に来た。てかさ、これ俺らもさ、この技使えるんじゃない？こういう技。待て待て、逆だと逆、キリンちゃん逆。あ、ナイス。あ、違う方だ。まずいよ。どこだ？あ、倒さないといけない？もしかして。はい。え、次のパートに行きたいと思います。嘘だろ、マジか、負けた。